どうも、ベレスパーサカやっていきたいと思います。はい、ハツアップ。無課金アカウントで、レムリア水産高校のパワーアップ記念ガチャ。こちらのガチャ70連回していこうかなと思っております。で、こちらのガチャのピックアップは4体。パシフィス、冒険家エバナ。で、プリンス、ユー、シアン。この4体でございます。まあ、現状ね、ユーくん、SR 持ってます。で、エバナくん、SR 持ってます。なので、SR で暗転するのであれば、シアン、そしてパシフィス。で、PSR はすべて暗転します。ねえ、これ無課金アカウント結構大事。やっぱガチャを70連引くのであればピックアップ、それぞれのキャラクター当てさせていただきたいです。エバナ、パシフィス両方とも当たる確率は 25%。 メインアカウントはもう60連の時点で残念ながら違う方ね、ユー、そしてシアン、こちら側を引いてしまいましたんで、できれば無課金アカウントの方では引き強なんで、エバナ、パシフィス引かせていただきたいです。で、SR ね、当たるのであれば、パシフィス当たってほしい。エバナは持ってるし、現状エバナ君はね、ワンチャン50狙えるんじゃないかなという素材が集まってます。はい。なので、できればパシフィス、エバナ、PSR 当たって、SR はパシフィス当てさせてください。では、ガチャの方回していきましょう。さあ、頼むぞ。無償765個。使っていきます。で、765個なんで370個。うん。あと1回分確定分ぐらい回せるから、いや330個まだ回せるね。さあ、ここはあれ、ここあれだよ、 20% でピックアップ 20%。 さあ、暗転してください。暗転すればシアンかパシフィス、確定枠以外も欲しいな。そしてパシフィスの PR しっかりと欲しいですね。最悪ね、 SR しか当たらない時も、うん、自前で持ち込めるようにしたい。おっと、エバナ君のみですね。間20連目いきます。ピックアップ 20%。SR 確定。さあ、この辺で、ピックアップ来ねえかな。逆に抜けないで欲しい。抜けないで、抜けましたね。で、数枚、複数枚。ちょっとこの調子じゃまずいな。まずいな。てか、パシフィスが来ねえな。パシフィスが来ねえな。高校キャラは来てくれましたが。はい、では30ルメ。ここピックアップ確定。暗転すれば、パシフィスかシアンです。暗転欲しいな。暗転。ユー、エバナは、ちょっと、まあ、せめてエバナだね。あ、ナイスです。SR。で、ピックアップ確定。で、ここで、1枚のみ。なんとも言えません。なんともガチャ結果は言えません。またエバナ君、PR。いや、違うんや。パシフィス当てさせてくれ。パシフィス暗転 RP、OK。いません。PR。PR、OK。いいね。バンバン PR 当ててください。3枚ぐらい出てくればね、ワンチャン SR 当たら、SR しか当たらなくても、SR プラゴになります。なる可能性があります。はい。行きましょう。さあ、暗転。来た。OK。ナイス、パシフィス。ありがとうございます。これはありがたいですね。パシフィス当たっていただきました。はい。では40ルメ。ピックアップ20%。SR50%、PSR50%。まずは、ピックアップ引かせていただきたい。で、ワンチャン PSR の2分の1も引かせていただきたい。いきましょう。金文字。じゃあ、博士行ってけど。博士まで行ってけど。ゲド来た !OK! あ、でも、いやー、博士来ないから SR かな。PSR の可能性はまだ残してますが、そしてピックアップ以外出てます。ごめんなさい。確定以外出てません。でも、これはちょっと熱いかもしれません。うん。ピックアップ確定なんで、8分の1の確率でエバナの PSR、8分の1の確率で、パシフィス。さあ、その4分の1引かせてください。4分の1の PSR 引かせてくれ。せめて SR のパシフィス。さあ来い！まあ、ありがたい。まあ、ありがたいです。これはありがたい。普通にありがたい。で、50連目いきましょう。ここは確定ございません。てか、確定以外出ておりません。確定以外出てないのはちょっと辛いんだが、来てくれませんか？おっと。マジで確定以外来ないのかな？辛いな。まあ、パシフィスの SR なんだろうな、これもらうとしては。はい、パシフィス、R。PR も来て。PR。PR のパシフィス。最後 PR 確定だよね。OK! 2枚目。これで一応45は狙えそうですね。あ、まだか。まだちょっと厳しいか。はい。では、ここ
ここが一番大事。一番大事。エバナパシフス。二分の一や。二分の一。いきます。さあ。来い。オーバーヘッド。オーバーヘッド。いいそれです。頼むぞ。頼むぞ。お、二枚。頼む。両方とも引いてくれてもいいよ、ここで。さあ、いきます。はい、ミネ。じゃあ、暗転。じゃあ、全員暗転だわ。ごめん、全員暗転だ。さあ、来い。メインと一緒。メインと一緒だ。これはちょっときついな。ゆうくんか。これであればね、申し訳ない。これ、エバナ引かしてくれ。てか、メインと一緒ならここパシフィス引いちゃうんですよ。いやー、エバナの PSR 欲しいな。パシフィスは最悪フレンドで借りるからさ。エバナ。エバナ。エバナがいい。さあ。いやー、これ、怖いな。メインもね、パシフィスだったんですよ。いや、お願いだ。エバナ来てください。PSR の流れ星。あれ？メインもこんな感じじゃなかったっけ？いやー、怖え。怖え、怖え。怖え、すげえ怖え。で、これ、ゲド、ああ、抜けたね。メインは確かここで、博士演出だった記憶があるから。実験台。で、ここで、2V1 です。いや、お願いだ。エバナの PSR。エバナの PSR 来てください。いや、パシスはちょっときついぞ。さあ、来い。お願い、エバナ。マジか。マジか。そうなっちゃいますか。いや、どうすっかな、これ。微妙なんだよな。すごい微妙な感じになってしまいましたね。いやー、サブアカ。まあ、引きは良かった。パシス SR2 枚プラス選択チケットを手に入ってるようなもんだから、引きは良かったっす。引きは良かったんですが、なんとも言えんなエバナ、なんとも言えんな解放できねえかな。せめてエバナ45にしたいんですよね。来ない。もっと？マジ？ちょっとエバナくんさ、頼むよ。あれ？エバナの、あれ？ PR 持ってたよね。あれ？ PR。はい、R 壊せていきます。いや、エバナフレンドかな、こうなるとね。こうなるとエバナがフレンドだな。さあ、3解放。でも上限アップ。才能開花させたいからな。SR で才能開花はね、さすがにね、サブアカではきついんですよ。いやー、そうきたか。そうきましたか。いや、パシフィス、45はきついんだよな。いや、パシフィス45は、SR45 にしようとするの結構きついんですよね。すごいきついと思う。で、ユウくんの PSR でしょ？パシフィス。ユウの PSR。ユウはワンチャン解放できそうだけどね。はい。で、パシフィス。どうする？無理やり45にする？45にして解放させる？いや、もうここは、あまり博士を使いたくないんですよ、今の状態で。なので、食わせます。待って、選択チケット取ってくるか。今回、引きは良くなかった。引きは良くなかったんで、ここで2解放してくれれば、すごい嬉しい。2解放してくれれば、すごい嬉しい。ね。まあ、45を作った方が確率性はあるかもしれません。でも、ここは、もう、博士がね、そんな在庫ないんですよ。はい。もう勝負させてください。2解放。いや、無理だろうな。あれ？もう1枚は？あれ？もう1枚は？あ、いた。はい。さあ、いきます。さあ、2解放。2解放でいい。2解放。3解放と言わない。さあ、行きましょう。さあ、来い。1、2、来た。あざっす。
これなら勝負になりますね。このパシスね、結局44になれば練習効果アップ 30% になるんですよ。まあここなんですよね、このパシスの大事なところって。なのでまあ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 、エバナ君借りましょう。もうこれはエバナ強化しませんね。エバナ君才能開花あった方がいいんだよね、やっぱりね。うん、それはもう仕方ないと思ってます。仕方ないっす。エバナの才能開花は仕方ない。逆に、まあ、五条さん使ってなんとかするかなっていう感じで。で、ゆうくん壊せていきます。ゆうくんどうだろう、そんなんいたっけ。これは鍵外します。で、ゆうくんいるね。これワンチャン50なるんじゃね。うん、こっからはちょっとつまんないかもしれないで、もう切りたい人は切ってください。ここからはゆうくんワンチャン50目指します。ワンチャン50目指させてください。で、ゆうくん2体かな。1体一応2体引き取っといて45にできればワンチャンあるね。で、 PR のゆうくん一応3体ぐらい引き取っておきます。K 君なら20何枚あるんだけどね。ゆうくんも15枚あるか。はい。2体ぐらい SR プラゴできないかな。本当に。本当にできそうなんだけど。はい。では、ゆう、食わせていきます。PR プラゴも2体ぐらいできれば嬉しいんだが。言います。さあ来い。確率的にはいけそう。15、6枚でいけるからね。1。2,3,4 お、いいね。5 11枚できました。ありがとうございます。ナイスです。はい、ではもう1体いきます。もう2体とかできたら最高なんだけど。はい、いきます。さあ10枚、ほい。1,2、うん、まあまあまあこんなもんで、こんなもんこんなもん、これは仕方ない。5枚混ぜます。2回放1、うん、うんうん、あと2回放はしようね。10枚であと2回放すればいい。あ、違う、危ねえ、博士なんか使わないよ。常設キャラ、しかも最前線ではないんでね、ゆうくん。一応あれ、いやー、エヴァナ PSR50 作りたかったな、ほんとにね。ユウくんの PSR50 は逆にできそうだけど。はい、3枚。1、2、あら。はい、あと、あれ？あ、いいのか。ごめんなさい。これでいいんだな。これでよくて、一応 PR の R 混ぜてみようか。PR に R 混ぜてみて、どれぐらい解放するか。これで3とか解放したら PR 混ぜるよ。1。ああ、まあ、いいや。普通の PR として使います。1なんて。数パーセント変わるぐらいです。はい。では、ESR の前にごめん。SR プラゴを作っていきます。SR プラゴ作りましょう。はい。3枚混ぜます。いいでーす。はい。最低2回放。最大5回放。おー、4回放。ナイスですね。熱い。で、ゆうくん。もう1体ぐらい、もしかしたら。あ、まあ、無理か。さすがに SR プラゴンもう1体は作れないか。あ、いけた。ナイス。で、ここで、ゆうくん。で、まあ、10枚ぐらい混ぜますか。さあ、3回放。さあ、3回放。1。うわい。まあまあまあ、まあ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 、いいのか。ダメだな。はい。では。3回放。せめて2回放。1、2。オーケー。2回放ね。あと2回放。まあ、9枚で2回砲いけんじゃない？無理かな？ 1。OK、あと1。ってことは PS、SR プラゴは3体できそうですね。
さすがに4体目は厳しそうだけど。はい、行きました。では、まずは、これ、PSR に食わせていきます。いやー、いけんのかな?これ、3枚。これでワンチャン終わります。最低3回砲。最大6回砲なんで。はい、5回砲してください。せめて4回砲。行きましょう。ゆうくん。練習効果アップが高いかな。1、2、3、4、4、4、4。4か。4か。どうするこれ。本当にワンチャンですが。SR プラグ思いっきりできないかな。いや、さすがにきついか。ちょっと待ってね。もう一体 SR プラグを作ってみます。この PR がどれぐらい解放するかなんですよ。PR がもうどれぐらい解放するかとなります。はい、ゆうくん、どこ行った?ゆう、はい。4回砲ぐらいしてくれれば熱いんですが、PR そのまま混ぜた方が調子良さそうですけど。はい、では6枚混ぜていきます。さあ、3回砲、ワンチャン3回砲。1、2、3、3、来た。3来たか。3来たのであれば、これ2回砲しない？ 50% です。 50% で PSR 50できます。いきましょう。1、2、はい、あざーす。PSR50 誕生しました。はい。まさか、エバナ君ではなく、ユウ君ができてしまいました。PSR50。まあ、どこかで動画にしますか。はい、ということで今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、サブアカでね、なんとか、まあ、この高校でボランチ、セントラルミッドフィールダー作って、XUS。うん。チームランク XUS 目指していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。